Yo, フリースタイルダイアリー300回目を更新。1日48時間だとしたら遅れてね。何言ってる Yo, フォーニーレブビーツをオン。 Yeah, レックボタンをポチッ押したら始まり始まり。作時中2020年は12月10日一粒万倍日。対案転写日上位。1日が経過、その中リリースされた新しい企み。おしどりコロナ禍の中日本一周して得た経験を作詞中。執筆する作業公開中。今ならなんと無料。一発目追いかけてくれたら嬉しいぜ。あなたあなたあなたの暇つぶし、もしくは背中を押し、もしくはなんだか気分が上昇するようなものになったら嬉しい。そんなことの繰り返し。 Yo, フリースタイルダイアリー今日も更新。300回目を記録中。 Nice panicことばかし探していたら1日が48時間。フリースタイルダイアリー今日も更新中。200超えて300回目をスタートする感じ。ゼロは繰り返し。 Yo, ナイスなタイミング、ナイスな出会い、ナイスな経過、ナイスな経過を経験し、ナイスなパニック、なんだなんだかの間違いなことばかしと思ってた何年か昔。だが自分に自信持った途端変わる見え方。世界操縦する自分自身、まっすぐ立つ重心。地球の上背中まっすぐ立つ背筋伸ばし、ゆっくり息を吸い吐く深呼吸。レッスン1から10全て教えてくれることはね。親から離れ今地球の上、空高く飛ぶための末、なら目の前転がってるぜ。フリースタイルダイアリー300回目を更新中。 Nice panic 1から10そして100、今は300旅の途中。フリースタイルダイアリー300回目を更新中。Nice panic 1から10次は100、今は300、遥か彼方まで続ける。ポーニーテーブルビーツアプリコピコ押して始める通り遊び。300回目を更新中。 Nice panic。